彼が帰還する。ミハイはくたびれ果てている。彼の孫娘たちが彼に手を貸した。15歳と10歳の姉妹、アグレッサーと対決させて運動神経からデータを吸い上げるプロセスでも彼は常に消耗してきたが、今日は肉体年齢があらわになっている。自分から採取したデータで飛ぶ無人戦闘機の損害が開戦直後よりも次第に増えてきていることを知ると、ミハイは前線の戦況を自らの目で確かめるのだと言い出した。年齢のせいだけではない。あまりに長すぎる飛行時間ゆえに超航空の過酷な環境にさらされ続けた彼の体は痛めつけられ蝕まれていた。だが彼は粘り強かった。今日彼は28年ぶりに戦闘を行った。あのスーツでも無理なのだとすると、彼は実戦ではどれほどの G をかけて飛ぶのか、我々技術人の予想を上回る飛行を行っている。我々の無人戦闘機にはまだまだ改良の余地があるのだろう。懲罰部隊がどう懲罰的かって、ここが腐った場所だからさ。世間のあらゆるところに必ず潜む腐敗の匂いが、ここでは普段呼吸する空気そのもので窒息させにかかってきやがる。ここには何種類かの生き物がいる。ダニのような感触と、獰猛な犬と、懲罰兵のメカニックだ。ああ、それからネズミと、懲罰兵になって空を取り上げられた搭乗員もな。操縦の腕前はいいんだが手癖の悪いやつ、博打しか頭にないバカ、根性ないくせに政治犯気取りのやつまで、こいつらは時々地上でエンジンを吹かす係だった。エルジアの偵察衛星からは赤外線で見えてただろう。防空用の本物の戦闘機なんてここには何機もなかった。前の戦争で負けて以来、エルジアにはもう偵察衛星なんてないはずだろうって。ああ、代わりに優秀なハッカーを育てて、今はこっちの衛星の半分は連中の目になっちまってたんだ。私はたびたび脱走を試みた。その都度犬どもの世話になり、衛星に入れられた。中にいる間は監視の部屋から聞こえる声がいい慰めだった。そう、みんながファンになったのは敵国エルジア放送、自国民を鼓舞するエルジアの王女様の声だった。囚人だけでなく監視どもも敵の王女様のファンになっていて、王女様の出演時間にはボリュームを上げた声があちこちから聞こえてきた。敵はこっち側よりよほどまともに戦力や労働力を得られてるに違いない。王女の言葉には何にも増してその通りだとうなずきたくなる誠実さがあり、最近ではユーモアと華やかさが加わってきた。それに引き換えこっち側ときたら、王女様がオーシアの火を指摘するたび囚人どもは燃え上がった。ここの囚人たちほどオーシアの非道を実感しているものはなかったからな。オーシアをやっつけろ、おおだ。私はこんなところで汚い空気に窒息させられるつもりはない。ダークブルー、エルジアを欺瞞するためのまがいものじゃなく、大空を飛べる戦闘機を組み立ててやる。私にはそれができる。前回の作戦失敗が示すように、アーセナルバードによって強化された敵正面防空網は突破を困難なものとしている。だが我々は何としてでも速やかに軌道エレベーターへたどり着かなければならない。そこで救援を待っている存在があるからだ。それは環太平洋戦争の英雄であり、軌道エレベーター建設の中心人物でもあるハーリング元オーシア大統領。ハーリング氏は軌道エレベーターの視察中、海戦に遭遇した。施設を占拠したエルジア軍との戦闘に巻き込まれた者として、最近まで消息不明となっていた。だが最新の情報によれば、
ハーリング氏は同行していた武漢の働きにより施設内で身を隠し脱出の機会を伺っているらしい。軌道エレベーター周辺は敵の対空レーダー網が配備されており、大部隊の移動では察知される可能性が高い。そこでまず短期が敵警戒エリアを抜け、そのすぐ後を救出部隊が追う。軌道エレベーター周辺には無数の対空レーダーが設置されているが、調査により都市セレタプラ東南の海岸線沿いが一番監視の手が薄いことが判明している。敵の目を盗むならそこしかない。また今の季節は多くの雨雲が出る。雲の中を飛行することでレーダー網から隠れることもできる。万が一敵のレーダー網に発見された際には作戦続行は不可能だ。本作戦の短期突破はトリガー、君にやってもらう。突破後は救出機の着陸地点確保のため付近の対空兵器を破壊せよ。すぐにゴーレム隊含む後続部隊が到着する。合流後はハーリング氏を運ぶ救出機の援護をしろ。幸運が君たちの上にあることを祈る。機体の準備が整った。速やかに出撃せよ。作戦空域に入った。これより無線を封止する。こちらからの伝達は行うが機器からの発信は禁止だ。敵に見つかったら作戦は失敗だ。レーダーに捕捉されるな。また一切の兵装の使用も禁止する。君はハーリング救出作戦の先陣だ。ミッションの成否は君にかかっている。頼むぞ。雲を飛行中、着氷に注意。まだ先は長い。トリガー、進路が分かれている場合はどちらでも好きに進め。お前の足跡はこちらで追っているから大丈夫だ。現在ランデブーポイントまでの行程の半分まで来た。孤独な戦いだが、レーダー上の光を見つめながら君の無事を祈る奴がいることを思い出せ。状況変化なし、平和なもんだ。私もその一人だ。目的地まで4分の1の行程を残しているが、だいぶ来たぞ。もう少しだ。ハーリング大統領は私にとっては今でも大統領なんだ。戦争を終わらせ、軌道エレベーターを建設し、そこから宇宙船まで飛ばした。それでいて気取らない英雄、そんなところが好きでな。ぜひ彼を救出したい。協力してくれトリガートリガー、任務の第一段階をクリアした。ご苦労と言いたいところだが、これからが本番だ。無線封じを解除。派手に行こう。航続機はすぐに到着する。軌道エレベーター周辺の対空火器を破壊せよ。 C5輪のランディングゾーンを確保する。ロックオンされているぞ。命じつ。メソブレイク、ミサイル。命じつ、目標を破壊。メソ命じつ、目標を破壊。命じつ、ターゲットを破壊。対空砲の約半数を破壊した。メソフォックス2。トリガー、待たせたな相棒。今到着した。ゴーレム隊、トリガーが火の輪をくぐりやがった。次は俺たちの番だ。了解。マホール隊と集中しろ。何をやればいいか分かっているか。前期敵が反撃態勢を整える前に叩くんだ。明日 C5輪が間もなく到着する。それまでに対空兵器を排除するんだ。
解除した。 C5 に着陸せよ。了解。なんで動いてるデータだ。セラタプラの港湾部に敵機が多数出現。コンテナ射出タイプの UAV だ。こちら C5 に民放2人を迎えに上がる。救出機が張り付いた。作戦行動開始。着陸した救出機は無防備だ。ゴーレム隊、明治隊、撃墜せよ。休憩はないぞ。できる奴には仕事が集まる。どこでも同じだ。行こう。ガーゴイル隊は軌道エレベーター周辺で待機。こちら C5 人、これより元大統領の元に向かう。コンテナまで走れ。メソメソメイス、ロックオン。メソメイス、ミサイル。メソメソメイス、ミサイル発射。メソメソメソ。ガブが落ちてる。まずい。守りきれないぞ。いいぞ、メイン2がターゲット破壊。メソアゴンス、対岸から離れてる。拠点になって蹴りの陰に隠れろ。撃ち返せ。消えなくてはこの場で応戦。ブンダーさんだ。してからもう一度聞かせてください。
ターグースワンが南に向かう。君らが援護しろ。作戦時間残り5分。スカイキーパーレーダーに不明機、方位200。こちらでも捉えた。 MQ101 アーセナルバードからの先遣隊だ。親鳥も近づいてるってことか。明治隊はマザーグースワンの護衛だ。近づく UAV を撃墜しろ。ゴーレム隊は UAV をインターセプトせよ。ゴーレム1、ミルコ、奴らのことは前の戦いで学んだ。ゴーレム2、お前は俺から離れるな。常にエレメントを維持しろ。ミルコ、ついていきます。目標に命中せず。外せない、まずい。撃墜されたぞ。ミサイルはどこからだ。メイジ2のミサイルだ。大仕上げだ。
叩きのミサイルが当たったんだ。今情報を収集中だ。憶測は慎め。味方の誤射だ。俺は見た。マザーグース1は空中で爆散した。生存者はいないだろう。ミサイルから軌道エレベーターを守ろうとしたようだった。エレジアメ、英雄を殺しやがって。エージワン、トリガーなのか。一番近くにいたのはトリガーだ。 UAV は護衛対象にしつこく絡んでいた。はっきりしろ。間違いがあったんだろう。アーセナルバードが作戦区域に到達。電気戦隊急げ。トリガー、君はしばらく出撃できない。理由は分かるな。ハーリング元大統領救出作戦は失敗した。彼の生存は絶望的であると言わざるを得ない。トリガー、君には元大統領殺害の嫌疑がかけられている。査問を受けることになるだろう。残念だが軍法会議になるかもしれない。